Yeah.
じゃあ、次は何をやるか教えてください。次行きます。チェリーボムと言ったら、チェリーボム、チェリーボム、チェリーボム。そう、最近ね、あの衣装がさ、あのご年配的な衣装になっちゃってますませんか。あのお腹ぽっちゃり。ああ、すいません、却下ですね。はいはいはい、オッケー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 。内側的なもの。はいはいはい、オッケー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 。いや。下の文句はね、大きい声で言う。あ、オッケーオッケー。じゃあ、さっきまでイトマンすげえ。今日喋ってないよ。そう、さっき何ですか。もうあのさ、何だからまた三曲で1時間とかでクレーム来るから。いや、やろう。分かったよ。ね、やりましょう。はい、リーダー。知らされてるずるいな。次のお題。怖い聞こえないと、まあ、違ういや、あのね、ここから始まるんだよね、ずるいよ。本当に人は別だな。うまごめんごめん、友達のうちで泊まりに来てる会話じゃないから。あんまマイクに乗ってませんけど。次の曲何？全部バレちゃうね。ちょっと歌詞書くんですよ。あれだ、あんこしかいな。おじさん。毎度おなじみ。だけどなんかね。マイク。譜面台使うと可愛い格好が隠れちゃうって言われたもんで。いけないわ。いけないいけない、大変。可愛い格好。俺見たけど英語読めねえっけ。たまに戻ってくれば。たまに僕が戻ってくれば。
少しは変わってるかと思ったら変わってない、ね、違う、こないだね、あ、これが面白いんだよ。よし、さあ喋って喋って語って語って。びっくりしたって。うんうん。マジで。とある。とある、ね。その。とあるそのライそのなんていうんだろう、ライブのイベントをやってる人たちにその飲み会を招待されて、飲み会を行ったのね。俺その時によく一緒にこうやってる人たちだもんで知ってるじゃんね。そうするとさ、しばらく俺出てなくて、そしたら。その時の飲み屋に行ったら、一言来た人たちが、あ、長野帯したんだって言われて、お前何やったんだ。いや俺何も言ってないよ。喧嘩したって聞いて、なんか俺が脱退した。俺何も言ってないよ。すげえ、すげえ真顔で、あ、長野帯したんだって言われて、俺キョトンとしちゃって。言ったな、俺がいないで何言っちゃってんの、マジで。言ったとしたらごめんね。あの時びっくり、びっくりしちゃってね。俺だけどね。なるほど、びっくりしちゃってね。仲悪いのあっちだ。もう全然知らないのに、で俺言った、あ、仲直りしたんだって言われて、ね、でも別に仲も良いわけじゃないですよ。それ言っちゃダメじゃん。なんか時は流れたってあるじゃないですか。うちのバンドで。あの程よく始めないともうみんなこう。もうそう去ってから。でもそれでいいよ。いいよね。うんうん、間違えてるとかあるね。あるね。あるね。ある。大地君さ、今日胸さ、はい、ちょっとおばさん系でちょっと。そういう意見は受け付けない。はいはい。すいません。申し訳ございません。アメチ君がいいな。また嫌がらせ来たよ。なんかどういう意味とかね。いいと、まあ早くしないとみんなこう弾いてるよ。弾いてるのもう持ってこないと。いいと、まあ、どんどんやろう、どんどんやろう。それも昨日のライブの時の MC で言ってた。一回弾かせて持ってくるってなって。
聞いっぺん、聞きっぱなしだから、僕たちは。そこをなんとかしたい。なんとかそこをしたいわけ。来ないから、だからもう。前向いて言って。どんだけ引かないように止めとくか。あ、引く時間を少しでもスローにさせるかが、もうなんですよ。かっこいい。じゃあ、そんなこんな。一瞬思ったけど、それじゃちょっとなるようやく、ようやくあの温泉での雰囲気が出てきたね。スタジオがねえよ、ほんまスタジオでやってる時は結構、じゃスタジオでやってる時はガチでやってるんですよ、結構イドマンの話聞いてあげて。聞きたいなぁ。さっきまですっげえ糸まあれなんだよ、なんかわっしょいわっしょいなせて聞きたいなぁ。小室哲哉やって小室哲哉ね、はい、まあいいですみんなに見てもらいたかったね。飲みの席じゃないんで、あ、でもちょっと待って歌詞だけ確認させて、ちょっと繋いでおいて、また
まにはケンジ喋ってまた目が出る、目が出る、ちょっとアップしちゃいますよ、アップ、インクが目に入っていないです、だけど俺英語読めねえっけ、これじゃないよ、あたし行く前に何、あ、引く前に、もう引いてますけど、頑張っていただきました。
あの人ギター上手いよ、ね、うまいよ、ね、あの人ギター上手いよ、ね、ほんと大きい声で言って酔ってるもんね、あの人ギター上手いよ、ね、うまいと思う、ギターって言った今、なんて言った、あの人ギターは上手い、みんな歌を歌い始めた、大丈夫で、あのそう、あの構造者作業者も操作結構上手いな一回目につけたことがあります、おかまも掘られるもん掘られやすい、本当に掘られる掘られやすい、掘られやすい、おじさんに戻る、おじさんに戻る、あの人言いたそうねってみんな言う、今日なかなかいいじゃないですか、これでもいい方だ、うまくいってる5ヶ月ぶり、5ヶ月ぶりですそろそろほら他のイベントにでも呼ばれたいですね、そうね、うん、イベントにも呼ばれたいから、呼ばれたい、友達増やしたいと思ってほんまに、ほんまに入れて助走してるよね、いとまんそろそろ新しいのかと思って自分で言い始めて、ワンステージ、ワンインション一緒やん一緒だよ、ね、言ったら絶対言ったよ、助走する女の人、あれいとま今日全然なんかこう乗っかってこないよね、なんか俺嫌なこと言ったごめん、勝手に俺を嫌なやつにしたってあげて何もないから、何俺待ちみたいな感じになってる、いとまそろそろあれだよ、もうそろそろ終わりに近づいてきたから、あのメンバー紹介をちょっとお願いします、ちっちゃいなこれ。ちっちゃいし、写真が小さいし。ベース担当しております。伝説か。よくそれで来た子受かったわ。出身校いるんだそこ。お前もそうだよ。俺面接だけ行きゃいいって言われた。学校の先生に頼んだ、まあそんな話は、まあ、じゃあベースさんとしております伊藤マンです、よろしくお願いします、コントランスカトリーヌケンジ、うちのバンマスケン主語ヤングガール、弱い、ヤングガール、うちのリーダー、ヤングガール、タイプ、以上の3名ですね。ですよね。ですよね。まあ、ここでまた増える、減るは、またこの先、あると思うんで、スケットって形でまた、はい。上の3名。じゃあ、うちだけでそんななんかそんな MC 下手なの、うん、じゃあ行きましょう、はい、ちょっと次、はい、はい、もうここで、落ちんねえ、みんな乗ってる、乗ってるぜ、乗ってますよ、マジで今ワンテンポ遅れて乗ってる、あ、そうだっけ、こっちからだとあんまそういう風に見えないもんで、できればそういう見えるようにやっていただきたい、あ、そうだ、はい、今明らかに、あ、そうだ、言わないことないから、ちょっと禁断の言葉をパンドラの箱を開けたりとか、言っちゃいけないことにしまったりとか、ワンテンポ遅れて、あ、乗ってるぜ、みたいな、さあ、乗りたかったや、乗りたことないじゃん、それぐらいがちょうどいいみんなが寝てくれるんだったら、じゃあ頑張ってやります。
行きました。藤田がもうすごく影響されちゃっても学生服の山田です。